令和3年10月20日、今年度の阿蘇市戦没者追悼式が、阿蘇市内の巻の阿蘇体育館で行われ、英霊の冥福と高級平和を誓いました。追悼式には、遺族や市議会関係者らが参列し、まず、戦没者の御霊に対して黙祷し、冥福を祈りました。そして、阿蘇市英霊検証会会長の佐藤義阿蘇市長が、 再び悲しみの歴史を繰り返さないよう、また、さらなる阿蘇市の発展を築いていくことを誓いますと、式辞を述べました。続いて、遺族を代表して、阿蘇市遺族会連合会の山口司副会長が追悼の言葉を。さらに、熊本県知事の代理や、熊本県遺族会の理事長、それに、湯浅市議会議長らが追悼の言葉を述べ、 英霊の冥福を祈りました。最後に参列者たちが白い菊の花や自分たちで持参した花を祭壇に手向けました。阿蘇市によりますと、先の大戦で1162人の方が戦場で亡くなっているということで、戦後76年の歳月が経過し、遺族の高齢化で年々戦没者追悼式への参列者も少なくなっていて、 今年の追悼式には、およそ130人の遺族らが参列しました。また、今年はコロナ対策として、参列者の座席の間隔を広げ、規模を縮小して行われました。